はい、レオンチャンネルです。たった今プレバンからとある荷物が届きました。7月末のこのタイミングで届くのはおそらく ACPB ブラーボとデラックスドリアン&どんぐりのロックシードセットだと思われます。中身を確認しながら開封レビューをしていきましょう。それでは開けますよ。ささささささっと。はい、中にはまずは領収書、これをどかすとドン。おー、出たー、やっぱり入ってました。 ACPB02 仮面ライダーブラボドリアンアームズです。今回はおまとめ設定したのでこの下にもう一個入ってるはずです。それを出します。どんな箱なんでしょうか。せーの、よっ、バン。お、なんかゴージャス。こんなにしっかりとしたパッケージに入ってるんですか。こっちの面はブラボとドリアンで、で、裏返すと、あー、かっこいい、どんぐりとグリドンです。これだったら全然一般販売いけますよね。師匠と弟子がワンセットになってます。上もかっこいい。テレビ本編ではこの2人はどうなるんですかね。とりあえずブラーボ開けましょう。こっちもパッケージかっこいいですよ。中は見えないタイプで武人ガイムと一緒ですね。横はこうで、上と後ろ、さらにミスターデンジャラス。それでは開けます。よっ、お、もうなんかドリノコがすごいちゃんと作ってあります。せーの、ドン。あ、逆だ、ひっくり返すと、おお、ちょ、これすごいかっこいいんじゃないですか。はい、オーレンが来ました。あ、すっげー、すっげー。かっこいい。アンダースーツの発色も綺麗。バロンっぽい西洋風のアンダースーツにこのトリトリがいい感じですね。顔の傷もバッチリですよ。これが本体で、これが本体、これが本体、そしてこっちがドリアンアームズ。あー、トゲトゲ。確かにこれは一般販売は危険ですね。危ない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 。で、モヒカン付きのメットとこのドリノコがなんかすごいっぽいんですよ。ちゃんと取っ手とか刀身部分もすんごい綺麗です。本レビュー前ですけど、残月芯になんとなく合いそうな気がするんですよね。パカッと展開すれば、あ、なんかこの辺の作りもいいな。やっぱり意外と合いますね。おお、いいいい、割と誰が装着しても似合いそうなアームズですね。はあ、これはいいものを買いました。一旦これは置いておいて、次はこっち。ちなみに両方で確か9000円ぐらいでした。では出します。念願のフェイスプレートが来ました。ギターの音声ですし、一般販売してほしかったですよね。グリドンはシンプル、そして両方ともデラックスなんですよね。下に電源があります。会場音だけ聞いてみましょう。電源オン。うわ、めっちゃかっこいい。え、めっちゃかっこいい。おー、なんすかこれ。あー、起動音すごっ。でロック解除すると、錠前の感触もいいですよ。で、どんぐりは、こんな起動音なんですね。へへー、面白い。そして、ロック解除すると、うん、ちゃんと光ってますね。音割れもなくって、錠前の調子もバッチリです。では今回紹介した商品の詳しいレビュー動画をアップしましたら下の説明文に貼っておきます。以上、プレバン限定 ACPB ブラーボとデラックスロックシードブラーボ&グリドンの開封レビューでした。